hearts are singing, but they know the time has come.私たちはどこへ行くの？たった8人の人が地球上の半分の人と同じお金を持っている。たけし君、おはよう。かえちゃん、おはよう。今朝の会議を始めます。いつもより口角が2ミリ下がっていました。何か心配なことがあるのかも。我々野原市、初めて日本においてベーシックインカムを導入することになりました。またベーシックインカム国際ネットワークからも理解を得て進めており、実施自体は行うことが決定しております。今日は高井自動車の社長も来てますけど、これってお金持ちの人も給付受けられるんですか？それってずるいじゃないですか。あなたたち 1% でしょ。財源は無限じゃないんだから。雇用の確保こそ野原市の皆さんとの共同作業である、そう信じてやってまいりました。でもあんたたちは大企業だから随分優遇されてきたじゃないか。そうだ、こういう仕事をしている子は多かれ少なかれ、私も服もコスメも正直プチプラス。まあまあ、そういう心理臭いお話はいいから乾杯しましょうよ。あ、ももちゃんのお酒が足りてないじゃないの。いただきます。じゃあみんなで乾杯しましょうか。未来の見えない私たちに乾杯。乾杯。これなんだと思う？これね、この間ベーシックインカムを最初に作ったリーダー的存在のスイスのエノさんって人と愛車が偶然ぶつかったの。デモクラシー民主主義というのは小さい国、小国においてのみ成功する。今の市区町村レベルでこのベーシックインカムの世論を巻き起こして中央の権力を動かしていく。I think it's not something to import. It is an idea that grows up in the heart of the people and the brain of the people and the understanding of the people. まず増山さん、こんなにすごい方たちの前で映画をご披露できる、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいなと思って、今日も僕ら中国の深圳で3ヶ月間7、8、9暑い中お世話になった。ビッドベルトは可愛いプロデューサーもいらっしゃる。すごいですね。もう大変なドラマがあった作品です。それがこの前東京芸術大学の大学院の映画に出演させていただいて、その彼も昨日ブラジルから帰ってハンセン病のことで今動いてます。で、他にもたくさんのご縁がある方いらっしゃる。やっぱり増山さんのこの映画ですね。中国の、新人、女優が出ております。ミスポースポ2017の深野ひろみさんです。先ほど皆さんにちょっと見ていただいたクラブのシーンで人気ナンバーワンホステスを演じています。ありがとうございます。今回皆さんはじめまして、今年の東京スポーツ新聞のミストスポとしてやらせていただいております深野ひろみです。ありがとうございます。そしてですね、映画の一番最後に出演が決まりました。と言いますか、実は、川上さんにお会いしてこの役を作ってしまったということになるんですが、ロボット役の川上恵理子さんです。川上恵理子です。よろしくお願いします。私は今回 AI ロボットの役をやっていて、グリーンバックを使ったりだとか、なんか渋谷のスクランブル交差点ですごい人の中を、なんか信号が
瞬間に増山監督と一緒に頑張って走ったりとかして、そんな、なんかワイワイとした中で撮影させていただきました。ありがとうございます。あのこの映画の、子供役をやってますね、アイシャさんです。アイシャさん、自己紹介と参加してどうでしたか？アイシャです。この作品で参加した時はびっくりしました。私の、家もリアルにお母さんが仕事であんまり家にいないという状況で、なんかリアルだなと思いました。実はですね、このアイシャさん、私増山監督の実の娘でありまして、アイシャさんはストーリー脚本家っていうこともあるんですよ。というのはいつもあのお母さん一緒にご飯食べてくれないっていう、あの魂からの叫びは毎日毎日私がアイシャさんに言われてることで、ああなんとか時間を作れたらもっと子供と入れるのになって思って、そんな私の、あの姿がこの脚本になってます。いろんなインスピレーションありがとうございます。はい、浦田ゆると申します。先ほどニュースのシーンが出てきたと思うんですけど、あそこでキャスター役をやっておりました。監督と知り合ったのはその撮影の前日だったんですよ。知人のパーティーで知り合って映画を作ってますっていうお話をされている時に、あっって言って、明日空いてるって言われて、空いてます、じゃあ明日キャスター役お願いしますって言われて撮影が決まったんです。日本ベーシックインカム財団という架空の財団のやり手、なんて名前だっけ、高田さん役を演じてくれてます。日高、さんです。よろしくお願いします。はじめまして、日高周平と申します。ですね、僕自身が、まだまだ売れない役者なので、今回、映画というものに携わったのもおそらく初めてだと思うんですけど、はい、ユリアちゃんのシーンはですね、実はポルトガルで一番人気だったんですよ。本当ですか？はい、あの大笑いされたというシーンです。テンションが高すぎてみたいな。はい、あの後半の方に出てきて、今、はい、YouTube に上げています、予告編にも出てくる未来の見れない私たちに乾杯っていう、あそこでポルトガル人ね、ドンって毎回笑うの。なるほど、笑いのツボがあったんですね、海外と。よかったです。これからね、あの増山監督いろんな国々の他にも上映しますけど、ギリシャと、それから来年にはインドって感じでしたっけ、あと台湾も決まった。決まるのはいいけど上映できる方で編集しないよっていう、ここで皆さんに相談があります。本当はこう CG 入れたりね、ロボットのところとか、本当こう、まず音はまあ今調整中なんですけど、あと音楽もこういうぴったりしたものをできたら、あの作曲家の方に作曲していただきたいとか、いろんなことがあるんですが、正直お金がありません。でもなんとかなるべくよく仕上げたいということがありますので、最後口で言いますと、なんとですね、私これから120カ国のユーラシア映画祭というのを立ち上げて、そしたら立ち上げたら逆にロシアからのオファーが来て、ロシア文化庁さんのコーディネートを先日しました。で、これからですね、ギリシャ、台湾で、上映会、映画祭を企画して、そして逆にギリシャや台湾の映画を日本に紹介する、こんなことをやっていきます。Hearts were singing, but they know the time has come. The bloody war to be fought, the licking the last, it can be won.